こんにちは、りなこです。今日はじゃん、こちら 3COINS のオンラインストアでお買い物をしたので、こちらの購入品紹介したいと思います。はい、去年から 3COINS がネットで買えるようになってすごく便利になりましたね。お店にこう買いに行くっていうことがなかなかあまりしにくい時期かなと思うんですが、こうやってねお家まで届けてくれるってありがたいですね。はい、じゃあね開封していきたいと思います。はい、ドンドンドン、じゃん。はい、こんな感じで入ってます。今回はキッチン用品とかリビングで使うものとかお家で使うものをいろいろと買いました。まずはキッチン用品から紹介します。はい、今回は割と発売されて間もないようなものを結構買いました。あとリピート商品もあります。まずはじゃん、こちらとってもおしゃれな感じのスプーンとフォーク買いました。丸っこいスプーンとこんな感じのフォークなんですが、これすごいおしゃれと思って買いました。で、袋から開けるとこんな感じ、キチントっていう 3COINS のシリーズのフォークとスプーンみたいなんですが、とっても高級感あって300円には見えないっていう感じ。料理動画でなんかそういうおしゃれなスプーンとフォークがあったらいいなと思ってちょっと買ってみました。あとはじゃん、こちらもキチントっていうシリーズなんですが、ガラスキャニスター M っていうやつです。こんな感じの容器です。ほっ、パコッ、はい、パコって開くタイプ、こうくるくるくるって回すんじゃなくて、こういうパコって開くタイプいいですよね。ここにゴムがついててすぐにこうポンって閉められてポンって開けられるっていいですね。なんか高級感がある。この 3COINS のキチントっていうシリーズすごいいい気がする。お茶のティーパックとかそういうものをここに入れておこうかなと思って買いました。あとね、もう一つ2つ入りで300円のものも買いました。ガラスキャニスター S 2個セットっていうやつです。はい、こんな感じで、こっちは小ぶりの容器です。かわいい。これもまあ小ぶりだけど形は一緒で、こうねポンって開けるタイプ。蓋の部分もなんかしっかり光沢がある、つるっとしていて丈夫そうな材質です。この2つと大きい容器並べたらすごいかわいいだろうなと思ってちょっとセットで買ってみました。これはお砂糖とかお塩とか入れたらいいかも。あとはじゃん、こちらもキチントっていうシリーズの巾着2枚セットっていうやつです。大きさ違いの袋が2つ入ってるんですが、まずこれ、いやすごい、なんかおしゃれな、見えますかね、ポリエステル 100% って書いてあるんですが、透け感のある通気性がありそうな感じ。中はこんな感じで、なんかとってもシンプルな、茶色い巾着なんですが、なんかいろんな道具入れとして使えるだろうっていう感じなんですが、根菜類とか入れたりとか野菜室に使っていいですよみたいな感じで見本で書いてあったと思います。あとこっちちょっと小さいサイズ、ニンニクとか果物とか入れてもいいみたいです。あとはじゃんこれもキチントシリーズなんですが、メッシュ巾着です。はい、こんな感じの大きさとこんな感じの大きさ違いの巾着が2つ入ってます。これも野菜の保存にいいみたいな感じでオンラインストアの見本に書いてあって、野菜とかいろいろそういうなんか食べ物が入ってたらおしゃれと思って買ってみました。今結構あの硬い感じの容器に根菜類とかを入れてるんですけど、柔らかい容器の方が空間を無駄なく使えたりするかなと思って使ってみようかしらと思って買ってみました。片方だけでスッとこうつぼめるタイプで、さっきのこの濃い茶色の巾着はこの2つの紐を引っ張ってこうねギュッとしぼめるタイプです。ということで野菜室で使ってみようと思います。あとはじゃん、これもキチントっていうシリーズのやつなんですが、汚れ防止まな板シートです。はい、50枚入りということでおしゃれな感じの模様が書いてあるシートなんですが、はい、この感じは薄いクッキングシートみたいななんか触り心地なんですが、表はねサラサラしていて、裏がなんかちょっと滑らないような加工になっていて、まな板の上にこれを置いて食材を切ればまな板が汚れにくいっていうやつですね。
リピート品なんですが、サラダスピナー買いました。こんな感じで半透明な感じで、ここが白がすごいシンプルな感じ。容器の上にザルを乗せて、だからレタスとか切ったらここにザザザって洗って、洗い終わったらこの蓋をして、ここにぐるぐるぐるって回すと中のザルがザザザぐるぐるぐるぐってすごい速さで回ってくれて、水気が切れますよというやつですね。このままこうボンって冷蔵庫に入れてもすっごい邪魔ってわけじゃない感じがする。いいじゃないですか。よかった、これ買ってよかった。キッチン用品は以上です。はい、次にリビングで使うものを紹介します。じゃん、こちら。はい、こんな感じのウォールミラー買いました。裏がこんな感じ、この縁の部分がちょっとこう霞んだ感じの金色っていうんですかね、アンティークな感じというか、なんかとってもおしゃれな鏡だなと思って買ってみました。ちょっと使ってみたいと思います。こちらケーブルボックスです。はい、こんな感じのボックスで、このね、いろんなところに何箇所か穴が開いてて、ここの蓋の部分にも穴開いてるんですが、ここにね、いろいろタコ足配線のいろんなごちゃつきがちな配線をここに入れてまとめられますよっていうグッズですね。 3COINS で前にもケーブルボックスを買って使ってたんですが、もう2つ欲しいなと思っていて2個買いました。色はこれはアイボリー、くすんだ青みたいなのもあったんですが、まあなんかちょっとこっちのアイボリーっぽい色の方がシンプルでいいかなと思って買ってみました。これもちょっと使ってみようと思います。最後、アクセサリーをちょっと買いました。3つピアスを買ったんですが、まずこちら、じゃーん、こんな感じのお花のピアスです。すごい春っぽいと思って買ってみました。こんな感じ、かわいい。こんな素敵なのが300円で手に入るなんてすごいと思って、これからまあね、春の季節になるので、こうスケルトンな感じのやつを買ってみました。あとはじゃん、こちらもピアスです。はい、こんな感じのすごい使いやすそうな色合いのピアス、裏はこんな感じ。あとは、はい、こちらもピアスです。これはシルバーのピアスです。なんかこれワンタッチピアスって書いてあった気がする。あ、ここか、ここに耳の穴にこれを通してこうパチって入れるタイプですね。さってつけやすそうな感じです。はい、ということで3つのピアス買ってみました。はい、ということで今回は 3COINS のオンラインストアでいろいろ良さそうなものを見つけたので紹介してみました。今回キチントシリーズってやつをあんま意識しなかったんですが、選んだものはキチントシリーズがすごい多かったですね。300円とは思えないおしゃれな感じで、すごい買って良かったんじゃないかなと思います。オンラインストア気になる方は見てみてはいかがでしょうか。 3COINS の購入品紹介しました。何かの参考になったら嬉しいです。では本日もご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録といいねボタンもよろしくお願いします。バイバーイ。